おはようございます、現在6時25分5時半に起きてですね、山ちゃんがまたお弁当が欲しいっていうので、はい、お弁当を作りました。ご覧ください。船が通っておりますが、ダダン、今回のデジニアのこのなんていうのかな、ピックっていうかね、あのピックを持ってきてもらいまして、ほらキキちゃんのおめめもね、おめめやひげも変えることができまして、これあのノリパッチンで、ノリパッチンでパシパシと便利、すごく便利、これ包んで、はい、まあ、冷えるのを待って保冷剤入れて待ちたいと思います。疲れた。いい季節になってまいりました。人はいっぱい、綺麗ですね。ママミーよ。どうも、やっぱり歌手の高橋達也です。皆様お元気でしょうか。結構更新が滞ってしまいまして、はい、申し訳ありません。バタ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 しておりました。今ね、留学生が、6人いたんですが、もう1人1ヶ月終わって帰っちゃって、で、今5人中3人はですね、4人はですね、音楽院も受験する、1人はバーリーで、あとの3人はモノポリっていうね、バリから電車で30分くらいかな、すごい綺麗な街で、ビデオね、載せてたと思うので、また見てください。それで、無事ですね、合格する、3人とも合格することができました。なんというか、はい、疲れましたが、モノポリの試験はですね、なんと伴奏者が必要だったりですね、はい。
しました。普通だったら伴走者用意してくれたりするんですが、試験に伴走者を連れていくという難解な、外国人にはちょっと難解な、はい、試験でございまして、まあ、僕らはね、まあ、ここに住んでるわけで、まあ、いろんなつてがあるので、でも結局伴走ちょっと最初見つからなくて、あたふたしまして、で、まあ、歌劇場のね、優秀な、優秀なっていうか、もう本当プロの、伴走者、インソンさんってね、韓国人のインソンにお願いしまして、無理を言って、まあ、本当は素人はね、あんまりこう、見てくれないんですが、プロだけ、こう、伴走してるような方なので、はい、お願いしまして、なんとか、無事合格することが、できました。で、モノポリにはね、二人、優秀なオペラ歌手がいまして、マッシミリアのキアローラっていう方と、マリア・ピア・ピッシーって、名ソプラノ。マリア・ピアはまだフスカラで歌ったりとかしてます。はい。で、マッシミリアのも今まだキャリア中で、全然辞めてなくて、まだ歌ってます。はい。で、昔、パブロッティの事務所のマリオ・ドラーディってね、事務所があるんですが、まあ、三大テノールを企画した事務所ですね。の、はい。そこで、働いてた。まあ、エージェントもしてたし、歌い手もしてたような、すごく耳のある、はい、人で。まあ、その二人が、いるということで、モノポリに二人をね、送り出しました。あ、三人か。三人送り出しました。一人は、もう、高校卒業してすぐ、18歳。まあ、日本初じゃないかな。日本人初だと思います。音楽院。声楽でね、イタリアの国立音楽院に留学する子です。はい。で、もう二人は、あとはもう芸大生で、インカテ、ビエンニオに入学しました。はい。疲れました。本当に。まずね、住むところから、で、日頃の世話。で、一人の子はちょっと声出なくなっちゃったり、ね、健康的なことも、サポートしながら、で、日々の歌のレッスンもね、こう、混乱がないように、急遽決めたことなんで、モノポリ、みんなこう、バリを受ける予定だったんですけど、まあ、モノポリ受けようっていうことで、モノポリのそのレッスンをね、レッスンで、試験を受けることになってからというものの、もう、全然こう、休みなく、はい、まあ、日頃のこの、僕は朝9時からレッスンしてるんですが、9時から、午前中だけね、レッスンして、はい、で、こう自分の勉強もあるので、それもしつつ、はい。頑張っておりました。ようやく無事、二人とも、三人とも、なんで二人とも、三人とも合格しました。イェーイ。あとですね、もう一人、もう二人か。ミュージカルの、僕の門下には二人だけ、ミュージカルの子がいまして、一人はですね、ブロードウェイを目指してる高校生なんですが、無事ですね、アメリカの、優秀な、ミュージカルの大学があるんですが、それのサマープログラムに、奨学金ありで、まあ、優秀ということで、奨学金ありで合格することができました。素晴らしい。将来、ね、ブロードウェイになって、ブロードウェイのミュージカル歌手になって、僕を招待してくれたらいいよということですね。あと、もう一人、大阪に住んでる、ひろみちゃんっていう子が、ミュージカルのね、大阪のその団体のオーディションに見事合格しまして、ひろみちゃんは声楽でも大学をちょっと行ってたんですけど、もう意味がないということでちょっとやめちゃって、で僕のところに来始めて、でその年にもコンクール1個優勝して、優勝というか賞を取って、で今年そのミュージカル団体にまたちょっとオーディションで合格して、で劇団四季のね、研修を受ける。で劇団四季にこう入るのが夢なので、まあ、そこにこう入って、これから頑張ってもらえたらなと思っております。はい。頑張ったし。ってな感じですね。弟子たちはみんな、はい、うまく育って、バーリーでオーディション受けたり、他の会議場にオーディション受けに行ったり、研修所受けに行ったり、まあ、資格やっております。はい。で、僕はというと、言うとですね、まあ、プリシーラが偶然プリシーラ・バリオーニってね、僕のエージェントがバーリーに来まして、その時にお茶をしていろいろ話したんですが、まあ、いろいろフランスやらアメリカやら、イタリア国内やらのオーディションをね、ちょっとまあ、9月以降、バンバン受けに
行きたいなと思っております。はい。で、10月にはですね、なんとですね、またジョージア国立歌劇場飛び石に、ウェルテル。で、なんとプリモキャスト、今回 A キャストですね、いつも普通は、アジア人ね、セコンドキャストが多いんですが、プリモキャストで、出演することがない、決まりました。ってこれ言ったかな？言ってないかな？プリモキャストは、初めてですね。プリモキャストで主役は。なので、ちょっと緊張しておりますが、まあ、大丈夫でしょう。マイルダもいるしね。というわけで、いろいろやっておりました。で、今、きょうちゃんがもう少しで、日本に帰っちゃうので、きょうちゃんのレッスンを主に、しております。はい。で、あやねちゃんもここで、我が家で、寝ておりまして、お世話しております。で、ババ君っていう子はね、いろいろオペラ見に行ったり、ミュージカルを主にやってたので、ミュージカルのレッスンをしたりとかしてますね。イタリアでもオンラインで、はい。みんな上手くなってくれればな、と思っております。はい。はい。というわけで。いやね、やっぱりこう、留学生ってこう、すごく疲れるというか、こう、ずっと一緒に行ったりすると疲れてあったりとか、気使うので、一応僕これでもあんなんで、疲れましたね、すごく。はい。なんか、いろいろ、先生探しやら、ね、宿探しもこれからモノポリに住むっていうことで、モノポリに住めるように宿探しもしてあげないといけないし、バカンス、エマちゃんもう6月なんとね、6月7日でもう学校終わっちゃうんで、はい、それまでにはなんとかこう、いろいろ準備できたなと思っております。はい。で、8月はもうレッスンもしなくて、我が家、なんと、1ヶ月サルデニアに、エレナの実家の方にね、はい、別荘があるので、別荘の海沿いの、家で、のんびり、はい、1ヶ月したいと思います。まあ、レンタカーも1ヶ月借りたので、まあ、それで、サルデニア内もぐるぐる回って、はい。行きたいなと思っております。それまで、ちょっと、はい、コンクール助けてあげたり、とりあえず仕事、あやねちゃんは特にもう、コンセルレベルではないので、ちゃんとこっちで食っていけるように、なんとか、つてをね、頼りに、いろいろ仕事を見つけてあげたらなと、思っております。はい。はい。というわけで、いかがだったでしょうか。今日は今回ちょっと喋りっぱなしであれですが、最初の方になんかいろいろビートを載せたいと思います。っていうことをこれ言っていいのかな。なんか、はい。というわけで、いかがだったでしょうか。この動画が良かったと思う方は、チャンネル登録、動態よろしくお願いいたします。またダイエットもね、頑張っております。今、すごく痩せております。だいぶ。まだ、日本でなんていう、日本の標準にはまだ全然届いてないんで、まあ、そこまでこう落とせるよ。まあでも、だからがっしりは残したいので、まあそのまま痩せていきたいなと、はい、思います。何の話や。というわけで、まあオンラインレッスンとか、対面レッスンね、こっち来て、バーリでレッスン受けたいよって方がいましたら、遠慮なく、まあオンラインもね、今ちょっと、はい。いっぱいですけど、興味のある方はぜひ、ご連絡ください。で、うち体験レッスンっていうのはやってないので、まあ、興味のある方は、まあ、他の動画、過去の動画を見て、あ、この人と勉強したら上手くなりそうだと思うんであれば、もうそこ、レッスンします。はい。で、また7月ね、なんとですね、ちょっと日本に、7月末、ちょっと実家に少し帰りたいんで、一日だけですけど、実家、はい、行きまして、それ以外は、大阪とね、東京で、まあ、大阪あと1枠しかないんですけど、東京が主に池袋の方で、対面レッスンもやっておりますので、興味のある方は、ぜひ、この機会に、お茶したいとかね、一緒に焼肉食べたいとかでもいいですし、声をかけてください。メールを送っていただければ、対面レッスンも、料金とかね、いろいろ、
ご説明いたします。はい。ので、興味のある方はぜひ、連絡をください。はい。以上です。そんな感じかな。あ、エレナがですね、なんとですね、全国紙、イタリアの女性で唯一、今、なんていうんですかね、歌劇場の中で偉い職に就いてる、唯一のイタリア人女性ということで、全国紙にインタビュー、記事を書いてもらったり、テレビに少し映ったりね、したんです。で、はい、そのためにね、いろいろお世話したりしましたが、うまいこといきまして、はい、それもご報告させていただきます。エリナもね、これからどん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 また有名、また僕、バーリの市長が変わるんで、まあ、市長が変わればまた何か起こると思うので、まあ、それもちょっと、気にしつつ、はい、高橋家、頑張っていきたいなと思いますので、皆様、温かい、5000円、なんだろう、いろいろ、よろしく、お願いいたします。はい。というわけで、高橋達也でした。またね、来年またコンセル受けたいよーって方がいらっしゃいましたら、マリアピアも紹介できるし、マスミリアノも紹介できるので、モノポリ、今ね、3人日本人が入ってくれたんで、日本人の道が少しできたので、これを機会に、で、モノポリ多分来たことない人はわかんないと思う。すっごい空気で、すっごいご飯が美味しくて、すっごい、リゾート地なんで、チェントロストーリーの昔のところは、なので、これを機会に、ぜひ、行ってみてください。で、来年、受けたいって方もいらっしゃいましたら、1年間、まあ、ちょっと修行、ね、しないと受からないと思うんで、まあ、また、将来、音楽院受けたいよって方がいらっしゃいましたら、また、連絡をください。はい。対面レッスン、オンライン。とかかな。はい。以上。以上って何回言ってんのかな。まあ、17日っていうか、日本帰った時にビアンドのね、お肉が食べられるのかな。実は16に東京に着いて、16はね、遅いんで16東京と思って、17日に、新居浜に移動して、17日は1日、行って、18日からもう大阪に行って仕事なんで、17日だけなんですよね。で、17日に新居浜で、そのビアンドの肉を食べるっていうのが僕の目標なんで。ビアンドのおっちゃん見てんのかな？見てたあれですけど、また、会いに行きたいのが山々なんですけれども、はい。また、よろしくお願いいたします。で、来年の夏はね、新居浜にみんなで帰るので、その時はまたみんなで、ご飯、ね、ビアンドにご飯食べに行って、ワイワイできたなと思っております。はい。頑張ろう。というわけで、高橋達也でした。チャチャオ。